今回はコマンドプロンプトについて解説するよ。よろしくお願いします。今回はこの流れで解説していきます。まずはコマンドプロンプトとは、コマンドプロンプトとはコマンドと呼ばれる命令文を用いて Windows の操作や設定を行うためのツールです。コマンドプロンプト上ではマウスやトラックパッドを用いて操作するのではなく、キーボードでコマンドと呼ばれる命令を入力することによって操作します。 Windows の PC があれば誰でも使うことができますが、通常は利用することはほとんどありません。ただし高度な設定をする場合や Windows でプログラミングを行う場合には利用する必要があります。そのためプログラミングを勉強する前に基本的な使い方を覚えておくといいでしょう。 Mac のターミナルみたいなものでしょうか。その通り。次にコマンドプロンプトの使い方を解説します。この順序で解説します。まずは開き方です。コマンドプロンプトはスタートメニューから開くことができます。スタートメニューの検索で CMD と入力してみてください。ここで表示されるのがコマンドプロンプトです。次にウィンドウを大きくしたり色を変更していく流れを解説します。左上のアイコンをクリックするとプロパティが表示されます。閉じるときには終了を選択、または右上にある×印をクリックします。次はオプションについて解説します。コマンドプロンプトのプロパティを開いた状態で最初に表示されるのがオプションです。オプションではカーソルのサイズ、コマンドの履歴、編集オプションの設定が可能です。カーソルのサイズではコマンドプロンプト上で表示されているカーソル自体の大きさを大・中・小から選択することが可能です。コマンドの履歴ではバッファーサイズとバッファー数と重複する古い履歴を破棄する設定が可能です。バッファーサイズでは履歴をどれくらい保存するか設定できます。たくさん保存したい場合は数字を増やします。バッファー数はプロセスごとの保存数を設定できます。通常利用の場合変更は不要です。重複する古い履歴を破棄する設定を有効にすると無駄な履歴がなくなります。編集オプションはコマンドプロンプトで編集機能を利用する上でのオプションです。簡易編集モードではコピー&ペーストが利用できます。挿入モードではコマンドの挿入が可能になります。コントロールを有効にするとコントロールキーを利用可能になります。貼り付け時にクリップボードの内容をフィルターするを有効にすると、クリップボードからテキストが貼り付けられる際、コマンドとして利用できないような文字を修正してくれます。具体的にはタブ文字の削除や引用符をコマンド用に変換してくれます。こちらを有効にするとコピーショートカットをコントロールシフト C、 貼り付けショートカットをコントロールシフト V で有効にすることができます。このオプションをオフにすると他のショートカットキーが使えなくなるため、ショートカットキーを利用したい場合はオンにする必要があります。行の折り返し選択を有効にするでは、1行を折り返して表示することができます。テキスト選択キーを拡張することで一般的なショートカットキーを利用することができます。現在のコードページでは文字コードが表示されています。レガシーコンソールを使用するを有効化すると、再起動することで以前のバージョンのコマンドプロンプトを利用できます。無効にするとショートカットキーが利用できなくなるため、ショートカットキーを利用したい場合はオンにする必要があります。レガシーコンソールモードの詳細を確認では、マイクロソフトのウェブページに遷移してレガシーコンソールの詳細を確認することができます。コンソールの新機能の詳細ではマイクロソフトのウェブページに遷移してコンソールの新機能を知ることができます。次はフォントです。ウィンドウの大きさも同様にフォントタブでサイズを選択することで自由に変更することができます。サイズでは文字サイズを変更できます。フォントでは文字フォントを変更できます。選択したフォントでは実際に選択したフォントがどのように表示されるか見ることができます。次はレイアウトを解説します。レイアウトのタブを選択すると
画面バッファーのサイズやウィンドウのサイズ、ウィンドウの位置を変えることができます。画面バッファーのサイズでは画面全体としてのサイズを指定できます。ウィンドウのサイズではウィンドウのサイズ自体を指定できます。ウィンドウの位置ではコマンドプロンプト起動時のウィンドウの位置を指定できます。次は画面の色です。画面の色のタブを選択するとウィンドウの色を自分が見やすいように変えることができます。画面の背景では最終的にどのような背景の色を利用するかを設定することができます。色に関しては RGB の値を指定することで様々な色を指定することが可能です。画面の背景以外に画面の文字、ポップアップする文字、ポップアップする背景色も変更できます。また不透明度を変更することでコマンドプロンプトの後ろに別のウィンドウがある場合、後ろのウィンドウを透けて見せるかどうかを設定できます。不透明度が 100% の場合は後ろの別のウィンドウは全く見えません。不透明度を 30% にすることで後ろのウィンドウをより透けて見えやすくすることができます。不透明度が 30% より小さい値がないのは不透明度の値が小さすぎるとコマンドプロンプト自体が透明になり見えなくなるためです。最後にターミナルです。ターミナルのタブを選択するとターミナルの色を自分が見やすいように変えることができます。ターミナルの色ではターミナルの色を変更することができます。標準状態では薄い灰色と黒色を組み合わせた色をしています。カーソルの形ではターミナルで表示されるカーソルをアンダースコア、垂直バー、空のボックス、塗りつぶしボックスから選択することができます。標準状態では以前のスタイルを使用するが選択されていますが、これは塗りつぶしボックスの状態を意味します。カーソルの色ではカーソル自体の色を選択できます。標準状態では薄い灰色をしています。ターミナルのスクロールでは前方スクロールを無効にすることができます。標準状態ではチェック不要です。コマンドプロンプトの使い方は以上です。最後に主要コマンドを10個紹介します。どれも基本的なコマンドですので覚えておきましょう。わかりました。まずは CD コマンドです。現在表示されているディレクトリを表示することができます。コマンドを打ち実行するだけで確認できます。また CD パスを入力するとカレントディレクトリを変更することができます。この際指定するパスは現在のカレントディレクトリを基準として指定する必要があります。次に DIR コマンドです。 DIR と入力するだけでカレントディレクトリにあるファイルやフォルダーの一覧が表示されます。また DIR パスとすることで指定したパスに含まれるファイルなどを表示することも可能です。3コマンドは DIR コマンドと似ていますが、ディレクトリ構造をグラフィカルなツリーで表示することができます。次にタイプコマンドです。こちらはテキストファイルの内容を確認するコマンドです。タイプ、ファイル名と入力するとファイルの内容が出力されます。len コマンドはファイル名を変更する際に利用します。 len、対象のファイル名、新しいファイル名とすることで変更可能です。 move コマンドは大きく分けて2つの利用目的があるコマンドです。1つはファイルを移動するときに利用します。 move、移動するファイル名、移動先パスとすることで移動します。2つ目はディレクトリ名を変更するときに利用します。 move、 変更前ディレクトリ名、変更後ディレクトリ名とすることで変更可能です。コピーコマンドはファイルをコピーするときに利用します。コピー、コピー元をコピー先とすることでコピー可能です。デルコマンドはファイルやフォルダを削除するときに利用します。デル、ファイル名とするとファイルが削除されます。ヘルプコマンドはコマンドの使い方を調べることができます。ヘルプ、コマンド名とすることでそのコマンドの使い方が表示されます。 CLS コマンドは画面を消去するのに使用します。 CLS と入力することでコマンドプロンプトの画面に表示されていた内容が消えます。
今回の解説は以上です。かなり多いですね。そうだね、少しずつでいいから覚えていこうね。はい、頑張ります。文字で学習したいときはテックアカデミーマガジンの記事でも解説しているので読んでみてください。テックアカデミーでは初心者でも最短4週間でプログラミングを習得できるオンラインブートキャンプを開催しています。また現役エンジニアから学べる無料体験も実施しているので、ぜひ参加してみてください。